ってきます。どこ乗ればいいか分からへん。どのバスだ。地味に雨が降ってます。やね、今から晴れるよ。着きました。あ、シーサー楽しみ。セブンで夜ご飯買ってホテルに着きました。シーサー6階。いいぞ。重たいよ。あらら、おいよ。あら、え、広。ちょっと待って、どうやって電気つけな。え、広。やった。思ったより広かった。やーい、お腹すいた。トイレとお風呂は一緒の感じですね。あ、待って、メイク落とし買うの忘れた。バカ、メイク落とし。あ、はい、ウィー。なんか寂しい、一人。でもあのオレンジレンジのライブ初めて行ってんけど、初めて見てんけど、いけない太陽やばかった。ノー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 ってスーパービーバーは儚くなくないでボロ泣きしました。はい、最高でした。あなたにはスーパービーバーがついてますって言ってたから、大丈夫大丈夫、私大丈夫。マイコート叱ってきた。マジ寂しいさ。マジ儚くない。マジよかった。儚くないの歌詞さ、見てみてほしい、聞いてみてほしい。めっちゃ深い。なんかもうってなる。ぜひ聞いてみてください。寝る用意できた。あ、嘘、歯ブラシ、歯磨きしてない。明日は10時チェックアウトだから、ちゃんと起きなんか。おはー、今日の天気を見てみよう。うわ、え、最悪すぎない？雨です。アメリカンビレッジに向かってきました。
でを食べようかなって思うんですけど、ハゲ散らかしとく。ちょっとステーキが食べたいから置いてみるわ。ブルーシールってどっちになったっけ。ここも分からへん。濡れちゃえ濡れちゃえ。どこここ。びっくりするほど見つからなかったんで、このキャー美味しそうなハンバーガー屋さんに行っちゃうぞ。美味しそう。じゃーん、20分ぐらい並んだ。わー美味しそう。いただきます。からさ、1時間ぐらい1時間ぐらいバスに乗って国際通りの方に来たんですけど、でここは沖縄プラザホテルです。え、ちょっとルームツアーさせて。え、まずもう届いたでしょ。見て、和室があるんです。でベッドも2個あって、水まで用意してくれて、ちょっとこれはあと、まあ、お風呂、トイレみたいな感じなんですけれども、なんて日だ。国際通りで歩いてるだけで楽しい。ちょっとドンキ行くわ。いいよ、これにしよう。プレーンと紅芋を買いました。ここ来たかったから。めっちゃ歩いたよ。うわ見て、マジで国際通り楽しかったな。はっ、お風呂上がりました。シーソーパックつけてみました。ここに国際通りで買ったものたちを並べたんですけど、ちょっと喋りにくいので後で紹介しますね。どうも。それでは国際通りでの購入品を紹介します。イエーイ。まずじゃーん、これは明日着る。これ着て、このアメリカンビレッジで買った靴下履いて、これ、はい、ベニーモータルトのお店で買った、めっちゃ可愛いね、これ一目惚れして買いました。はい、明日はこういうコーデでいきたいと思います。あとはね、この T シャツ買ったお店がここ割引されて売ってたから買ってみました。あとはこれでしょ、ドンキで買った沖縄そばとサーターアンダイ。あとこれ今から飲むわ。あとこれはあのバイト先のアシフさんに頼まれたシーサーを買いました。楽しかった。沖縄そば食べようと思って、なんかポットとか部屋になくて下から自由に貸し出しして取るみたいな感じやってんけどさ、これだけじゃ分かへんやんな。これだけ持ってきても意味なかったってこと。これ何？どうしたら？この野菜めっちゃ美味しそうじゃない？これ。おい。乾杯。バカ。
味しかった。わ、でもこれ飲んだら沖縄そば食べたくなるやんな。下にさ、お湯入れるところあったわ。ミスった、ミスった。あ、待って、何分か数えてない。いつからお湯入れたんやろ。まあいっか。5分って書いてんねんけど、さっきエレベーターで30秒もかかってないか。めっちゃ適当に食べたら多分いい感じ。どん兵衛みたい。いただきます。沖縄そばってこれそば、え、沖縄そばってそば、そばって何、そばの定義って何。うん、美味しいけど沖縄そばっていうのがよく分からへんけど、明日早起きやね。これ食べてゴロゴロして早めに寝たいと思います。早めって言っても、もう10時なんですけどね。明日は目標は7時半にここを出る。だからさ、ちょっと朝食ついてんねんけど、もう食べんでいいかなって。もったいないけど、多分朝お腹空いてないと思うんだよな。だからちょいちょい、バイバイ。おはー、今7時なんですけど、もう出ます。やん、暗い。バスに乗って今ゆりの塔に向かいたいと思います。着きました。ちょっと緊張してる。ちょっとここからは動画を撮らずに真剣に見学していきたいと思います。です。どこだ。なんか12月でさ、半袖で行けるってすごいよな。かよよ。空港の中入ったんで、お土産も
寒すぎる。またねー。